打倒曹操を掲げるアキミロです。はい、続きやってきます。前回はちょっと牧羊のここら辺にあった施設を全て破壊されました。今回はここの舞台早急加工園許さんって感じです。でそれとは別に刑奪うことには成功しました。あと深夜は相変わらず孫権軍が狙ってきてます。あと今深夜見ようとして気づいたんですけど、ジョナンのところが襲われてますね、小陽さんに。ここも倒しに行きます。許さん孫権軍。ではまず牧羊周りやっていきます。張飛届かないか。まずは移動だ。郊外さんは城の中入れちゃいます。もう兵数がなかったん で上昇先方、あ、先月 80% くれー。よー、早急混乱しました。で、加工園は工場兵器ですね。あ、先月くれー 80% お、いけいけってなんか2連鎖入りましたね。白衣さんは熊で使えますけど通常でいいかな。こちらは雨金がなんか行動済みになってますね。混乱させられたか。まあここに関しては前回と同じく、もうここのね陣形で1対1の状況でさらに後ろから弓矢で援護するっていう戦い方なんも変わんないので、基本的にはカットしていきます。でジョナンから早速出します。小陽さんを倒しに行きます。ただ両毛がねもう寿命が近いっていう警告を受けてるので、両毛は城から出しません。怖い。出てる最中に亡くなると多分兵が丸ごとなくなっちゃうと思うんですよね。兵糧は一応2万ぐらい持ってくか。結構余ってるんでね、17万と。走れ。あとそうですね、関作関平、あとは誰だろう、牛金とかかな。ちょっと3、4名出してやつを倒しに行きます。では牧羊周りを見ていきましょう。おっと、加工園は移動して張飛に火を打ってきました。そして馬頭軍が武漢を狙って出てきました。馬頭軍しつこいですね。まあ長安にどんどん兵を集めてるみたいですね。74,000、こりゃまた来るな。とりあえずいつも通りね、函谷関にいる観光と、新しく取ったこの新農校にいる長宝と宝刀、あと良家さんと長もいたかなですね。この5名で馬隊袋叩きにしておきます。馬頭軍との戦いは全面カットです。牧羊周り、早急さんがもう混乱解けてますね。早いな。戦月、はい、また混乱。張飛も螺旋突き、加工園くれ、ムルッツー、はい、混乱。じゃあ早急の方を狙おうかな。攻撃、攻撃。ジョナンの方もこのターンで届きますね。引っ張ったね、熊で。オッケー、行くぞ。相手なんだ、奴隷か。探索さん先方突進くらえ。失敗不発。消火だ、火を消す。で加工所は弓兵なんで冷やです。くらえ。小陽さん一人で来たのが失敗だったな。引き続き牧羊周りです。2つの部隊両方ともこんなが解けちゃいましたね。でまた牧羊に出てきました。僕よ、いつからこんな大人気スポットになったんだ。ちょっと兵舎とかも壊されちゃったんで、今ここ徴兵ができないんですよね。もう早くこの早急さんを倒して作り直したい。邪魔だ早急、くらえ。こんな状態、ちょっと引っ張りましょうか。前方熊で引っ張る。そして二段突きで吹っ飛ばす。でこっちはこっちで螺旋突き、くらえ、不発。でもこれでちょっと作れるかな。
ちょっと大至急兵舎を作ります。これを作らんことには徴兵ができん。小陽さんはまだ逃げてなかったですね。いい度胸じゃないですか。引き抜け引き抜け、裏から螺旋突き、援護環境内で小陽さん撃破、東洋捕虜、オッケーオッケー。ついでに補修もしておきましょう。そしてなんかここ壊されてる気がするぞ。いや壊されてるな、これまた作んだけど、ここレベル3にするには工房壊さなきゃ。やってくれるな孫権軍。ちょっとここら辺に土塁かなんか作っておきましょう。もう簡単に攻撃できないようにしないとダメだ。再び牧羊周りです。お、韓国間に輸送が入りましたね。何気にボンボンちょびちょび減ってってるんで。ああ、ジョナンの利点が死亡しました。マジか。そして射精が脱走した。くー、そしてここに作ったの間違えたんですよね。兵舎作ろうと思ったら市場作っちゃいました。こっちは兵舎にしたんですけど、まあすぐ撤去して兵舎作り直しましょう。そして早急逃がさん、螺旋突き崩せ。そして格はい熊手で引っ張る。はい、早急さん捕まえました。で加工園突き出ししかもうやる気力がないのか。張飛でまず螺旋突きしてからゴルッツ、これで混乱状態 100% 成功、突き出し OK。 はい、加工園は混乱が解けちゃいましたね。再び螺旋突き行っていきたいんですけども、気力が足りません。通常攻撃、格合いも引っ張る、失敗した。上昇は届かないか。格乱 90%、 はい、効いちゃった。通常攻撃かかれ。加工園はあと3149です。はい、加工園また混乱解けちゃいましたね。まあ関係ない、工場兵器だったらすぐ倒せる。走行さんは返しましょう。代わりに上昇前へ出る、格割とどめだ。はい、撃破。牧羊に攻めてきてるのはもうここまで来てますね。あとはこの東昇さん倒せば一旦落ち着きます。技巧研究ポイントがだいぶ溜まってましたね。ちょっと土兵鍛錬やっていきます。40日、はい、K にいた捕虜加工派満潮さんで投与いけるって言われてます。はい、仲間入り。まあ加工派はね、いずれ職人来ることになる武将ですからね、相性がそんな悪くないんじゃないでしょうか。あとは芝居とかもいるんですけど、まだ忠誠高いですね。無理だな。警部もうちょっとでね、施設が埋まってくんで、そしたらもう出陣しましょうか。いや、もう先に出すか、ここを破壊しに。もう士気っていうか気力は93、いや93か。もう一旦我慢しましょう。もう一旦したらもう関羽とかだけ先に出します。牧羊の交友がなくなりました。マジか。では K から関羽、あと諸葛亮、張雲とか、いやもう攻める勢いで全部出すか。 K が今4万4000か。うん、いける、行きましょう。もう敵の北兵を落とすつもりで舞台を出します。再び牧羊を見ていきましょう。東昇さんがここまで接近してきました。しかしこれ以上はやらせん。技がみんな使えないからな。通常攻撃いけ、熊手で引っ張る、失敗。あ、間違えた。ここ補修するつもりが待機にしちゃった。さあ東昇さんどう動く。あ、同士打ち使ってきた。
やるじゃないの。しかしこれで終わりだ。撃破。これで牧羊は守りきることに成功しました。 K の方も敵の弓矢ぐらいには接触できますね。てか敵部隊が出てきてるな。いいでしょう。あ、突っ込め。で、趙雲も弓攻撃。あとちょいだったな。残念ながら壊すことはできなかった。今回から北兵周りを見ていきましょう。おっと、劉備軍屯丘皇太子学臣がお亡くなりになりました。で、土兵鍛錬の研究完了です。弓矢倉が関羽と趙雲に直撃。そして後ろの部隊も突っ込んでくる。撃て撃て。さあここからどうしようかな。趙雲の弓で破壊。で、関羽は前に出して螺旋突き。ほら、ツー。これで趙子さん混乱。で、趙高も前に出る。で、混乱中の趙子さんに攻撃。ショカちゃんも前に出して攻撃。技巧研究ポイントが2000溜まっているので、今度は土兵の王者、こちらを研究します。期間は50日です。北兵周りを見ていきましょう。なんだ、捕虜返してか。小陽さん、嫌です。あなた方がジョナにちょっかい出してきたんでしょう。私は曹操軍としか戦う気がないのに。撃てーって、なんか貫いてきたな。しかしこのターンはもう奥に行けるでしょうと思ったけど、趙高が解かないと無理だ。趙高さん、突進いけ。 90% ミスった。関羽螺旋突き。送信だ。もらった。はい、送信混乱。で、ショカちゃんは趙子にかくらん。で、ここに趙雲をともったけど、結構奥までいけんじゃん。よし、宗神攻撃。白将さんももう突っ込ませるか。暗い部屋だ。再び北兵だ。北兵周りです。すいません、癖でもう K って言いそうになっちゃいました。ターン結構食らったな。さっきから馬頭軍の長安が結構は兵力いっぱいあって危ないよって言われてますね。こっちから攻めることはできないんでね。宗神くらえ。カウでもう王中さんは倒す。はい、撃破。諸葛亮も前に出たいけど、この火が絶妙に嫌だ。高尊卿をむしろ倒しに行くか。 85% 失敗した。ショカちゃん攻撃。各将さんもいやー。再び北兵です。宗神の混乱が解けましたね。おっと、趙雲に攻撃してきた高尊卿はカウンターでやられました。よーし、火も消えた。ショカッちゃん突っ込め。かくらんだ。これでも食らえ。宗神に集中砲火です。食らえ食らえ。そろそろ火は温存するか。いや、もう一発だけ撃つか。食らえ趙子。これで燃えたろう。再び北兵周りです。お、新しい部隊が出てきましたね。215、王中さん、兵数少な。それじゃあさすがに勝てませんよ。関羽もう行こうぜ。攻撃。はい、一撃で宗神に攻撃。諸葛亮は趙子さんにかくらん。で、各将さん前に出して嫌だ。お、
捕虜になってるジョバクさん、リカイさんでいけるそうです。トヨ成功。あとはカンハンさん、ダメか。芝居ダメですね。北平回りですって言ってたら王者研究完了。翔子さんは戻っちゃうかな。また王中さん出てきた。で深夜にリクソンが向かってきたと。翔子さんはまだ混乱したままですね。まずは宗神を倒す。で翔子さんは超高で攻撃で諸葛亮でも攻撃、はい倒しました。で王中さんはカンウで攻撃で確証は前に出すと OK。 残り8617、いける。はい、北兵から兵が出てきました。宗神が突っ込んできましたね。いい度胸だ。爆乱これでも食らえ。で超突っ込む。超高も突っ込む。カウも攻撃、はい撃破。で確証さんは北平に届く。北平残り4736です。そして勝敗では曹操軍と孫権軍が争ってますね。そしてさりげなく呪春から孫権が出て、またジョナンにちょっかい出し始めております。ゆるさん、ちょっと一旦気づくのが遅れましたね。一旦じゃあそこまでいけない。砦が破壊されちゃうかもしれないな、まあ、とにかく急ぎ向かいます。はい、カキが馬頭軍にいたモータスの投与に成功しました。これ捕虜です。はい、モータス仲間入りで北平から出てくるか。来たー。いや諦めないですね、ソソ軍。はい、そして馬頭軍また来ましたね。しつこいな。ではまず軽く掃除を料理してあげましょう。先方螺旋突き、くれードーン。混乱したところを超運で攻撃、はい撃破。で確証さん城にヒヤー。で超高でとどめだ。はい、北平陥落でーす。北平攻略で勘十さんとか捕まえましたね。どっちも来ない捕虜。諸葛ちゃんも北平に向けます。お、京にいるカンハンさん、伝与さんで投与いけると来ました。芝居はまだダメかな。ダメですね。早速 K から今落とした北平に武将を移動させます。政治力高い人を送る感じですね。 K ももうこんな感じなんで、あとちょいなんで少し残った武将で施設は作っていきます。孫権の方間に合ったっぽいですね。義援で引っ張りましょう。いつで加工所後ろからヒヤーで完璧螺旋突き、オッケーで観察は補修で陣を修復。では序南周りを見ていきましょう。孫権技法をかけてきましたね。おなんだ、毛達が内密に話したいことがあると。わあ、これ悪いやつじゃん。はい、劉備と毛達の絶戦でーす。毛達が老慶さんの悪い噂を流そうとしてます。そういうことは許さん。出よ出よ。さあ行くぞ。はい、毛達撃破。悪いことをするやつはこの劉備が許さん。やはりそなたの件は信用できん。これは中傷だろう。何ですと、お待ちくだされ、それがしは。いやいやいや、仲間になったばっかりでね、モータスさん悪いことしようとするからですよ。はい、モータスさんがね
史実のようにカウに援護を送らないで、その後ね立場が良くなって義に振ったように悪巧みをしましたけど、見事君主ルービーがそれを看破しました。今回はそこでやめようと思います。現在はこの序盤周りで孫権が攻めてきているのと、あと深夜に相変わらず孫権軍が陸孫攻めてきている状態ですね。あと馬頭軍も相変わらずここら辺攻めてきてますが、私の軍がフルボッコにしております。で、曹操軍は今おとなしくなってる状態ですね。まあ次回は河北に残ったこの城兵、ここ落としに行きたいと思います。うん、ここを落としたらいよいよ北兵かな、行きたいと思います。そういえば曹操と勝敗争ってたのどうなったんだ。いい勝負してる感じかな。よし、今のうちにこっちは河北を収めてやりましょう。ということで今回はここで終了です。この動画面白かったなと思ったら高評価ぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録していただけると次の動画を作る励みになるので、まだ登録されていない方はぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。河北の曹操軍覚悟しろ。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。